はい、よろしくお願いします。本日は、Conve Next V2 という、内容について、紹介していきたいと思います。Conve Next、V2、ですけれども、今年の1月に、発表された、論文になります。メタの、AI チームを中心とした、論文という理解となります。概要としましては、Conve Next というモデルが昨年発表されていますが、それの改良版の V2 を、提案している内容になります。畳み込みですけれども、自己教師アリー学習の、マスクドオートエンコーダーを結合した、モデルになっています。で、この結合というところが従来では難しかったんですけれども、それを解決する方法として、グローバルレスポンスノーマライゼーションレイヤーというものを、変えることで、これまでの課題を解消し、良い精度を出すことができたというような内容になります。このような内容で、進めていきたいと思います。まず、イントロダクションの部分ですけれども、本日の内容は画像認識モデルの、内容になっています。で、その中で、この画像認識モデルの性能を高めていく上で、ニューラルネットワークアーキテクチャの選択と、ネットワークの学習方法と訓練データの、この3つの要因を、改良していく必要があるという課題意識を挙げられていました。で、その中で、ニューラルネットワークのアーキテクチャの、選択、として、コンブネット、畳、あの CNN 系の、モデル、が、従来から提案されていますし、直近ですとトランスフォーマーによる、モデルも提案されていて人気です。さらに、CNN 系のアーキテクチャでも、スケーラブルなアーキテクチャに、なっており、このあたりのアーキテクチャは進歩しているんですけれども、依然として、教師あり学習で進められているというところが課題意識として挙げられていました。その教師あり学習の、で行っているという課題を、解消していく上で、自己教師あり学習の有用性、を活かして、自己教師あり学習での全学習へ、移行している状況と認識しています。この自己教師あり学習の中で、特に、マスクドオートエンコーダーの、有効性、が、挙げられており、こちらを、採用したアーキテクチャが増えています。ただ、この、MAE を、採用した場合には、教師あり学習用に設計されたアーキテクチャを、用いて、アーキテクチャ、デザインが固定されているということを課題に挙げられていました。MAE はビジョントランスフォーマーを前提に作られています。で、これを、畳み込みで、行いたいといったときには、この畳み込みと MAE を、併用する場合には、これまで、うまくいかなかったという問題があります。MAE の場合、トランスフォーマーで、行っていますが、計算量、がトランスフォーマーで、コストが削減される一方で、畳み込みを、利用した場合には、この組み合わせがうまく機能しないという課題が挙げられていました。ですので、これらを、解消していく上で、畳み込みと MAE を同一のフレームワークで、設計することを提案していくのが、この部分の内容になります。関連研究は、この畳み込みと、あと、以前の、Conve Next、が、記載されていました。また、自己教師あり学習のマスクドオートエンコーダーの、内容が、記載されています。はい、従来の、MAE は、利用するには計算コストがかかりすぎるという、問題がありましたが、これを解消しているのが Conve Next V2 です。
この部分、まあ、ダイジェストになりますけれども、コンブネクストの、この学習の様子を、特徴空間分析を行った、結果、特徴量の崩壊、の可能性があることが分かりました。ということで、これを、解消する上で、グローバルレスポンスノーマライゼーションというものを、導入して、チャンネル間の特徴量の競合関係を強調することで解消したというのが、こちらの、モデルの、主な内容になっています。それではその内容、になりますが、フルリーコンボリューショナルマスクドオートエンコーダーというのが、メインの、構造になっています。スパースコンボリューションに基づく、モデル、になっています。こちらが、エンコーダーで、こちらがデコーダーですけれども、エンコーダーの方が、非常に大きくて、デコーダーのあっさりしているような、モデルになっています。入力データに対して 32×32×32 のパッチに、押した上で、60% をランダムにマスキングして、入力、させています。で、この、入力に対して、自己強者理で、学習していく形となっています。エンコーダーとデコーダーの部分をまず、エンコーダーですけれども、このエンコーダーは、コンブネクストのモデルを中心に、構成されています。トランスフォーマーですと、このエンコーダーに入力する際に、可視、分、マスクがかかってない部分のパッチを残す、ことができるので、比較的、容易に実現できますが、畳み込みの場合、この、二次元の、ものを、まあ、マスク、ヒンマスクの部分で、二次元構造を保持する必要があるので、これまで学習が、難しかったというところが挙げられています。特にマスキング率が高い場合に、問題となっていましたが、それに対して、スパースコンボリューションレイヤーを取り入れることで、マスクがかかった、データでも、特徴がしっかりと抽出できるような、形で、改良されています。が、デコーダーについては、単純な、コンブネクストのブロックを使用して、います。エンコーダーの方が、構造が、厚くて、デコーダーの方が薄いので、非対称なアーキテクチャに、なっていると。います。再構成の対象は、この再構成した画像と、ターゲット画像の間の、二乗差を計算して、損失を、求める形になっています。これらの、アーキテクチャを組み合わせて、今回の、CMAE というものを、提案しています。先ほどの、スパースコンボリューションレイヤーというものが、特に、精度として聞いていて、ない場合の、精度とある場合の精度だったときに、このスパースコンボリューションレイヤーを入れた方が高くなりましたという結果を、記示しています。また、通常の強者アリと、自己強者アリを、比べたときの内容ですが、こちらが強者アリで、こちらが今回の、自己強者アリの SCMA ですけれども、100エポックと比べると高く、なりました。で、ただ、オリジナルの強者アリの、300エポック、よりは、若干、劣っているという結果になっているそうです。で、さらに、まあ、この、状況を解消する上で、この論文ではグローバルレスポンスノーマライゼーションというのものを提案しています。で、この、グローバルレスポンスノーマライゼーションを提案した、理由が、書かれていまして、それは、その中を見たときに、特徴崩壊が起こっているということが、挙げられていました。こちらの図が、V1 と V2 を比較したものですけれども、暗い、パッチの部分が、
消失している部分で、黄色の部分が飽和している部分ですけれども、V1 の場合、どちらかにこう偏っている、ケースがありますが、V2 は、この部分を解消、しています。この解消に際して、このグローバルレスポンスノーマライゼーションが、効いたことで、こう解消しているという内容になります。今 の, あの、特徴崩壊が起こっているというところを具体的に、こうグラフ化したのがこちらになりますが、教師あり、の際には、距離の値が、大きいほど、特徴の多様性が高いことを示して、小さいほど特徴の冗長性を示している、となりますが、上にいるほど良い、状態ですと、下に行くほど、崩壊しているという状態になりますけど、教師あり、において、だったり、従来のものはこう、特徴崩壊してしまっている状態、でしたので、まあ、これを解消したいというモチベーションで、グローバルレスポンスノーマライゼーションというのを提案しています。でこの、層の、アプローチですけれども、大きく3つですね。グローバルフィーチャー、アグレゲーションとフィーチャーノーマライゼーションと、フィーチャーキャリブレーションという、まあ、3つのステップを使って、ノーマライゼーションを行っています。で一番最初に、グローバルフィーチャーアグレゲーションということを行っていますが、こちらは、まず、この入力 X に対してグローバル関数を通して GX に集約するということをしています。単純なプーリング層とみなすことができますが、グローバルベレージックプーリングではうまく機能しなかった。でL2 のノルムを使ったときが最もいい精度が出たという結果が出ています。このような関数を通して GX を得て、その後に使っていくような形になります。その与えられた GX に対してレスポンスノーマライゼーション関数に移動します。具体的にはこのような計算を行います。この、どのような正規化が、最も望ましいかということで、いろいろな手法で、比較したところ、まあ、この、形での、計算が、最も精度が高くなったというふうに比較をしています。先ほどの1番、2番目を、計算した、値を用いて、元々の入力 X、を、キャリブレーションして、値を更新します。で、この値を使って、次の層に送り出すことで、先ほどの、特徴崩壊を、解消できるというような、内容になっています。で、実装にも、非常に簡潔にできますということが、主張されていました。コンブ、NEXT の V1 と V2 の、違いを、こちらに、示していますが、先ほどのグローバルレスポンスノーマライゼーションというところが増えているのが、V2 の新しいところです。でこれを入れたことで、従来の、レイヤースケールの部分が不要になったということで、V2 ではそれが、削除されているというところです。まあ、そのような、対応をしたことで、まあ、精度が高くなりましたというところが書かれていました。5章、6章については精度の、話ですけれども、まあ、個別に、採用してもあまり、性能への影響は限定的だったということですけれども、まあこのモデルと学習フレーム両方、合わせて改良していくことで、高い精度を出すことができましたということが記載されています。また、低容量のモデルと高容量のモデルという形で、さまざまなモデルを、作っていますが、まあ、スケール性のある、モデル、が、開発できていると
ことを主張していました。トランスフォーマーモデルなどと比べても、同等の、制度、同等以上の、制度が、出ているということを、まとめていました。その他ですね、物体検出やインスタンスセグメンテーション、セマンティックセグメンテーションでも、このコンプネクストクイズ、高い精度が出せていますというところが出ています。ですので、今回、コンプネクストの改良モデル V2 が提案されていますが、そこまで大幅な更新なく、MAE と、更新がない上で、さらに、MAE と、結びつけられることができる改良モデルを提案しているという内容になっています。内容は以上となります。はい、ありがとうございます。じゃあ、質問ある方いればよろしくお願いします。ご発表ありがとうございます。ちょっと何個か質問させていただきたいところがあるんですけど、まずちょっとなんか本筋というか、なんか関連研究の中に入っちゃってる話かなと思ったんですけど、スパースコンボリューションっていうのをやると、そのなんか MAE でなんかもっと良い結果が得られるってことだったと思うんですけど、このなんかスパースコンボリューションっていうのは、なんか普通にマスクのところはゼロだと思ってやるっていうのがウィズアウトかなと思うんですけど、なんかどういうものなんですかね。こちらが、スパースコンボリューション使ってないもので、使っているものです、はい、で使っている場合ですよね。理解としては、そうですね、マスクの部分は、はい、こう、まあ、ゼロなのか、ちょっと、扱いまで細かく理解をしていないですが、マスクじゃない、可視化部分のみを、扱えるような構造というふうに理解していました。なんか普通の畳み込みの変換行列があったとして、なんかデータがないとこ無視するっていうのと、データがないとこのピクセルにゼロを入れるっていうのは、なんか同じなのかなという気がしたので、なんかこのスパースって言ってることによって何が変わったんだろうっていうのがちょっとなんか結構気になったんですけど、これってそのなんか別の研究ですでなされている内容なんですかね。そうですね、これについてはこう新規で、このレイヤーを、提案しましたっていうよりは、もともとある、手法と、この、手法に対して、まあ、二次元空間でこのスパース行列、として、扱えるこのレイヤーを取り入れましたっていうような表現になって、なるほど。あ、じゃあちょっとまあ関連研究の方を見てみた方がいいということですね。そうです。分かりました。ちょっとそこまで覚えてます。で、2個目、なんだっけな。2個目が、あ、そうだ。GRN っていう工夫を今回新規で入れたっていうことなんですけど、これ自体は、その教師あり学習やるときでももちろん、そのなんか、性能アップが見込めるものなんですかね。そうですね、チャンネル間の、この、
標準、まあ、正規化ですね。チャンネル化の正規化の手法の一つなので、はい、挙手ありでも使えるという理解です。なるほど。じゃあそこのなんか向上文を除くと、今のところその MAE で特徴事前学習するのと挙手ありイメージネットでやるのとで、まあ、大体まあ同じぐらいの性能までいける状態だよっていうのがまあ現状っていう理解、ね。そうですね。あの、精度がすごく高まったというよりは、今まで、本部だと、自己教師ありの、アーキテクチャとの相性とか組み合わせが、制限されていて、はい、組み合わせられなかったけれども、その問題を解消することができたっていうような、ところが主張されていました。あ、っていうことは、その GRN 層っていうのを使う方が、その自己教師ありでやったっていうか、MAE で事前訓練した方が性能が最終的に高くなったっていうことですかね。そうですね。その、GRN を、組み合わせたときに、伸びきらなかったので、この GRN を入れると、より、まあ、高まって、まあ、同等以上になりましたっていう内容です。なるほど。あとなんかこの GRN でやってる処理ってなんか昔あったなんかスクイーズエキサイテーションネットワークとかとちょっと似てるかなとか、あとなんかその特徴量とかデータ側を正規化するんじゃなくて、なんかウェイトノーマライゼーションとかそのネットワークの重みをなんかまあ正規化する系のなんか手法となんかちょっとやってること的には近いかなと思ったんですけど、なんかそういう既存のなんか手法との違いとか比較みたいなんとかってなんか述べられてたりとかってしましたかね。そうですね。このレスポンスノーマライゼーションに関しては、この概念が別に新しいとは、主張していなくて、はい、まあ、これを、まあ、拡張したっていうところが、アピールといいますか、この論文での、主張だったとに、解してます。で、レスポンスノーマリゼーションについては、まあ、既存の、部分を活用しているという理解。あ、なるほど。なんか最近使われてなかったけど組み合わせが良かったよみたいな。ですね。それを拡張しているという理解です。まあ、確かになったアレックスネットの論文とかにもなんか似たようなことちょっと書いてあったような気もしますね。なるほど。ありがとうございます。すいません、よろしいでしょうか。あれ？はい、大丈夫です。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、モデルの図のところのページがあって、だと思うんですけど、知りたいことはですね、すみません、グローバルノーマライゼーションでしたっけ、さっきの、GR でしたっけ、はい、ところの理解を、なんか図をベースにやりたいとかです。ここで書かれているのが、チャンネル方向、要するに、どこを、グローバルって言われているのが、どこの範囲を、ノーマライゼーションしてるのかがちょっと理解が追いついていなくて、なんかご説明ではチャンネル方向って書いてあったんですけど、例えばその 32×32 で切ったブロックがこう並ぶじゃないですか。そういうその 32×32 の切ったブロックをまたいでグローバルにやってるっていう意味ではなくて、あくまでチャンネル方向だけっていうことなんですかね。その辺の、まあ、図と式との関係性をすみません理解したかなって。そうですね。H と W と C だったものを、うん、チャンネル方向
ああ。ているごめんなさい、H と W っていうのは 32×32 の中の話ですか？それとも 32×32 のブロックがいっぱい並んでるあの全体の話、この H と W がすいません、具体的に図で言うとどこに当たるのかなと思ったという。そう。なんていうんですかね。あの一枚のパッチを見てるのか、全体を見てるのかって話ですよね。そうそうそうです。はい、はい。パッチの中の ダブルなのか、はい、あの、パッチの並びの全体のことを言ってるのか、はい、すみません。ちょっと、あの、関係性が、理解が追いついていなくて。そうですよね。うん。シーンが、ん？チャンネルになる。パッチの縦横ですか。これは。パッチの縦横。なんか。すごいあの黄色とか黒みたいな感じだったと思うんですよ、はい、あの時のです、ね、あ全然その式から見たんじゃなくて、はい、感覚的に言うと、グローバルっていうとそのパッチをまたいでなんかしたからそのノーマライゼーションしたから変に黄色になったり黒になったりしなくなったのかなとその お気持ち的にというか感覚で思ったんですけど数式的にこれはチャンネル方法に集約するとなんか、多分、このあたりがミソの一つなんですよね。どこ方向に何に集約、あの、ノーマライゼーションするかがミソなのかなと。うん。HWC。なんか、まあ、チャンネル数だけは残してた、その他の、そう、そうですね。全体をノーマライズしている。そうですよね。この式から言うと、うん、チャンネル方向が残るってことですね。他が、集約されるってことですね。なるほどです。はい。あ、あと、前の方の質問にも関わるんですけど、あの、スパースコンボリューションでした。はい。あれって、あの図で言うと書いてあったんでしょうか？あの、モデルの図のとこ、これがスパースコンボリューションレイヤーだよっていうのは。絵では示されてた。ないですね。ないんですね。これ、あの、なんかこう、あの、何ですか、もう一つの図が、はい。気がするんですけど、はい、あれにもない感じですかね。最初の頃に。あ、これ、これですね。あ、これ自体は。スパースコンボリューション。ああ。これは、これ、ん？これあれですよね。マスキングしたところが分かりやすく左上と右下に固まってるような絵になってるってことですね。普通はもっとランダムにやっているんですよね。で、そこが、なんか、あ、ここの真ん中の薄水色とグレーのところがスパースコンボリューションだってことなんですね。この、そうです。あ、の、はい、あ、なるほど。ちょっと理解が、すみません。あの、完全にクリアに理解できてないんですけど、なんかそのスパースなところをどううまくコンボリューションしてるのかが、よ、あの、理解が追いついておらずって感じなんですけど、はい、すみません。ありがとうございます。他はいかがでしょうか？よければ、待ち構え感じたので、この辺にしようかと思います。はい、小林さん、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。